どうもこんにちは。ササラです。ゆかりです。二人合わせて、プリティ。そのくだりいらない。え？なんでですか？今からコンビ漫才を始めるわけじゃないんだから、普通に自己紹介すればいいでしょ。ふむふむ、確かにそれもそう。でもう始まっちゃいましたよ。まったく気の早いウープ主だわ。あ、どうしよう。とりあえず私がセリフ読むからカバーよろしく。そ、それでは記憶少女始まります。いつか見ていたこの風景、誰かと見ていたこの風景、いつかの何気ない会話、誰かとの何気ない会話。でも、いつなのか思い出せない。誰なのか思い出せない。どんな会話だったか思い出せない。思い出せるのはこの白い花だけ。とても大切な人なのに。とても大切な時間だったのに。それなのに思い出せない。思い出せない。はい、思い出せやー。で、おい。最後の最後に何さらしてきつくんねん。だって思い出せへん思い出せへんってしつこいんですもん。それは分かったから声直せー。こほん。およ、カエルさんがいますよ。ケロケロの間とかふざけたことを抜かしてますね。そういうゆかりさんも言葉遣い直した方が。ゲホン、とりあえず名前を教えてほしいそうですよ。こういう場合、私たち二人のどちらかの名前を入力ですかね。私は全然構わないですけど、ウプ主が後で目がっさいじけると思うので、ここはウプ主を立てておきましょう。ゆかりさんの大人な対応に痺れます。これがうまく世の中を渡る、処世術というものよ。なかなか腹黒い。ところでこのゲームのタイトル、記憶少女。エンドってなってますが、なぜどう見てもシリーズラストであろうこのゲームを選んだんでしょう。それは多分ということでしょう。最初からクライマックスかよ。なんやかんやで入力が完了しましたね。セーブカエルですって、かわいい。心にもないことを。リズカエルのステマですか。あなたはあろうことか名前までつけてほしいとか言ってますよ。この白濁カエル。白濁カエルとか言わないで。さあさあ、あなたにお似合いの名前をつけてあげましたよ。知らない、もう私は知らない。ようやく物語が始まるってことですかね。長かった。もちろんしっかり見ましょう。いきなりレスリングネタですか。静かにしてください。脅かさないでくださいよ。いや、だってセリフ読まないといけないでしょ。そりゃそうですけど、もう意地悪。ほらほら、何やら主人公みたいな女の子がハーハー言ってますよ。どうやらうなされてたようですね。アミちゃんというキャラも出てきましたね。女盛り。表現の仕方をもっとソフトにできませんでしょうか。コテコテの寝言を言いながら起きてきましたね。姉妹でしょうか。マキちゃんがお姉ちゃん的な。見た感じそのようですね。でもぶっちゃけあまり似てないような。まあ何か訳ありなのかもしれませんね。第一章、神隠し。この声はお母さんでしょうか。みたいですね。マキちゃんはもう制服のようです。セーラーでもブレザーでもどんと来い。え、お、チュートリアルが出てきましたよ。やっと動いたり調べたりビンタしたりできるようになるんですね。一つ余計です。
動いてる動いてる。早速カレンダーを見るあたり、バイトのシフトでも確認してるんでしょうか。違いますよ。というか、日付が1996年になってましたよ。今より15年も前の設計なんですね。アミちゃんはどうやらのんきな性格のようです。マキちゃんも苦労しますね。というわけで1階に降りてきました。質素な雰囲気が出てますね。どこから入ればいいか悩みますね。ここは洗面台でしょうか。そのようですね。なるほど、洗顔は女性のたしなみですからね。これは洗濯機ですね。ってなんでやねん。マキちゃんも行きですね。こちらはおトイレですか。何か嫌な予感が。おお、もういいわ。お母さんの松田がふわーとか言ってますよ。聖子です。朝から盛大に娘たちの前でぼやくとかなかなかやりますね。頑張って働いてらっしゃるんですからいいじゃないですか。まあそれはそれとして、ほっぺがぽよっとなった可愛いお母さんですよね。そうですね、明るい性格みたいですし。そろそろ学校行かないといけないんじゃないかなと思っていたら、松田さんがパッチリ言ってくれました。聖子さんですって。さあさあ、渚のバルコニーから飛び出しましょう。いちいち松田聖子ネタ持ってこんでええわ。あしからず。謎の陽子先生推し。怖い先生なんでしょうか。どの学校にも一人か二人はいますもんね。さあ娘たちは学校へ。ひとすまの朝の時間がやってまいりました。表現の仕方がおじさんすぎます。ほら、マキちゃんとアミちゃんはどうやら本当の兄弟ではないみたいですよ。マキちゃんの方が娘さんではなかったんですね。マキちゃんはちょっとした記憶障害を持ってるらしいですね。バットでビンタされたんでしょうか。極端すぎます。てかバットでビンタて。それも首バット。千本ノックジャイアンかよ。というわけで学校へ着きました。着いた直後ではなく、ある程度時間が経っているようですね。なんか空の上に浮いてるような錯覚に陥る教室ですね。確かにラピュタ高校バルス組みたいな。いきなり滅びの呪文ですか。40秒で逃げる準備です。奥森神社という新ステージが登場しました。やっぱり夏祭りって神社の屋台でっていうイメージですよね。ささらちゃん浴衣着たことあります。ないです。ゆかりさんは着たことあるんですか。ないです。早っ、今年の夏には着たいですね。そして知らぬ間に歩むというキャラの登場フラグも立ってますよ。はっ、彼氏。ささらちゃん顔。ゆかりさんこそ。こほん。さあ学校から帰ってきましたね。いやー楽しい一日でした。松田さんもしっかりお母さんしてますね。もう松田さんでいいです。この後は確か奥森神社に行くんでしたよね。そうですそうです。お、頼み込んでますよ。快諾、よかったですね。ささらちゃん顔。ゆかりさんこそ。こほん。なんか流れ変わりましたね。何か決まり事があるみたいです。夜12時以降には奥森神社を離れなければならないらしいですね。近づかない、じゃなく離れろっていうのが少し引っかかりますね。というわけで奥森神社に着きました。はい。ささらちゃん顔。ゆかりさんとって私は普通じゃないですか。ふ、たくさん屋台が立ち並んでますね。そんな中、アミちゃんはおトイレに行くそうです。しかしこれからおトイレに行く人間にさらなる飲み物を用意して待ってるとは。確かに。メニュー画面がようやく開けるみたいです。セーブは確か捨てる。カエルを調べればできましたよね。
マキちゃんを動かせるようになりましたよ。やった、少し遊んでいきましょう。ん、誰かいますよ。モモカって誰ですか。クラスメートみたいな感じでしょうか。なんか伊勢関西弁喋ってますよ。こらこら。それではさっきササラちゃんが言った通り、何か屋台回って遊びましょうか。わーい、何しようかな。金魚すくいとか手頃な屋台があるかもしれませんよ。懐かしいですね。それにしましょう。ちょ、なんで行く前からデキン食らってるんですか、セナさんって。うわ、露骨なメタ発言してる。ここは諦めましょう。それじゃあ最後に射的屋に行って終わりますか。おお、バッチリ決めてきてくださいよ、ササラちゃん。合点承知。ありゃりゃ、もう一回やるもん。はいはい、次はうまくできるもん。よしよし、でも今日はそろそろ時間ですから、次回にしましょう。やだー。それでは皆様、次回にご期待ください。もう一回いい。パンパンパーン。